六本木に参上しました。はい、久しぶりの六本木です。あ、でも私去年イルミネーション見に行ったんですよ。ああ。でも、ミッドタウン来るのは本当久しぶり。お腹が空きました。はい、超久しぶり。超久しぶりだね。着きました。懐かしい。TikTok 撮ります。はい、ではこちらに来ました。おお、久しぶりや。久しぶり。懐かしい。懐かしいね。懐かしすぎる。それよりお客が恥ずかしい。すぐ見たいかしてます。はい、聞いてみたい。私多分ママ世代だと思う。超ママ世代かな。本人の名前はハルト君。ハルト君である。え、バルじゃない。バルっぽいよね。さあ、どっちでバルバルバル。はい、ハルト君です。バルです。正解です。カニング。カニング。難しかったです。はい、終わりました。終わりました。帰ります。帰ります。次のとこ行きます。次のとこ行きます。はい、ちょうどお昼なのでお昼ご飯を食べに行きます。次は渋谷です。渋谷着きました。はい、お昼にしたいと思います。はい、ここで食べようと思ってます。いいじゃん、パスタとかあるじゃん。パスタ食べたい。じゃーん、来ました。おいしそう。ママお先です。はい、いただいてください。はい、ソースがおいしそう。匂いが、うん、おいしそう。めっちゃおいしそう。じゃん、めっちゃおいしそう。え、すごい、でかい。力が出ない。美味しそう。まずいただきます。ごちそうさまでした。トイレ行ってらっしゃい。行ってきます。頑張ってね。お疲れ様。お疲れ様。どうだった。お疲れ様。どうだった。楽しかったね。行こうか。行こう。新宿に。新宿行きました。お洋服、はい、なんで新宿。お洋服、お腹空いたんだけど。めっちゃお腹空いた。やばい。またこちらに。はい、はい、2日ぶりです。はい、また来ました。5日間で、うん、やば。はい、今日はですね、ショップが気になる。靴を買いに行きました。靴を。かほちゃんはめっちゃ悩んでます。私はいいの。大丈夫。裏声だった。裏声だった。聞いてなかった。あいえ、あいえよ。かきかいた。そんなに並んでる。そんな感じ。それお兄さん、それお兄さん。これとこちらです。ああ、そう、このピンクもある。あ、それね。あ、半袖ね。かわいいね。面白があればみたいな。ああ、確かに。面白い。面白い。どう。はい、お買い物してきました。え？え？なんで？え、どこで？美味しいじゃない？どうも。じゃん、カレーでーす。コカちゃんカレーでーす。いただいて。お腹ペコペコだよね。ペコペコ。全然。あ、そうなの。じゃんじゃん、念願。本当にもうダイエット終わったら絶対に食べたい。あ、終わったんですか、ダイエット。もう終わった。1ヶ月の長いダイエット。はい、1ヶ月長かったね。長かった。頑張ったね。
2.5 キロ痩せた。マイナス 0.5 キロ。あんだけ普通に食べた方がいいって感じ。そうだね、あんだけ我慢したのにね。いやでもいろんなアレンジメニュー考える楽しかったな。毎日眺めてたよね。そう、インスタで。やばい時は足パカしながら食べてる、幸せそうに食べてるこの動画を見るっていうのがルーティンだった。私も汚さないようにお願いしていいですか。今日ねスカート汚れてた。恥ずかしすぎるんですけど。じゃーん、はい、いただきます。美味しい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでしたね。これ食べるんだ。食べるの？追加注文です。すごいよく食べるね。いただきます。はい、明日本番なのに。そうだよ、もう終わって爆食いならわかるんですけど、明日あるんですね。あ、そう、メープルシロップありますよ。どっぷりかけようぜ。はい、じゃあお家に帰りたいと思います。疲れたね。